深夜でね、天丼は頼みません。まあやっぱりね、もうお金の無駄なのでね。おはようございます。小山です。ね、本日はですね、コインランドリーにね、行ってきた後に、バイトをするような感じでございます。じゃあ、挨拶してきましたね。まあ周りの視線が痛いんですけどね、皆様のためにね、毎日ね、こうやって動画作成を、頑張っているわけでありますよ。で、この後ちょっとね、今現在多摩センターにいるんですけども、多摩センターからちょっとね、駅でね3分くらい、のところから、さらにですね、10分くらい歩いてね、バイトをね貫通していこうかなっていう風に思います。私ちょっと洗濯面でも、かなりガサツで、いつもコインランドリーで済ましちゃうっていう、悪い癖があるんですけども、まあね、でも外でね本当干せない環境なのよ。それに毎日洗濯や乾燥っていうのがめんどくさいので、ね、2週間に、1回こう洗濯をねして乾燥だけはコインランドリーでやるっていう方法を取っています。今ね、バイト先に、向かっているんですけどもね、時間むちゃくちゃかかる。徒歩10分以上だって。いやマジか。もうしかも結構地味に坂道で歩くのきついんだが、はぁ、まあしょうがない。まあこれもね、ギャンブルでお金を吸ってしまうというね、自分の悪い癖のね発揮されてる結果なので、もう仕方がありません。少なくとも今月なんとか気合でも5万ぐらい稼いで生活費に当てないと生活が火の車になってしまうので、なんかもう就活とかやってる場合じゃねえ。やば、どうなる俺の人生、どうなる俺の人生、どうなる俺の人生。キューキュー、はー、やばいだろお前、おいふざけんなよ。どこで俺道間違えたんだ、ほら。やっぱギャンブルか。それだけが理由じゃねえ気もすんだけどな。友達もいねえし彼女もいねえしよ、どうしてこうなった。ただいまね、終わりましたバイト。なんか今日はね交通整理のバイトでね、立ってるだけで終わったんで、まあ、そんなに肉体の疲労もないし、まあ、比較的楽なバイトを引いて、まあ、ラッキーだったかなっていう感じはしますね。バイトにも当たりと外れがある。やっぱ荷物運びは俺にとってはむちゃくちゃ苦痛でしかない。やっぱねこう体力を使う仕事、うん、あれはね本当にもうメンタルもやられますからね、はい。なのでまあね、こうやって日雇いバイトをね、もしやりたいと思ってるね俺と同じ社夫がねいるとするならば、最初はとりあえずピッキングとか、あとは交通整理系から始めていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。少なくともね、肉体労働、こう物を運んだりするような工場系の仕事はイベント系でもない限りやっちゃいかんわ。あれはマジできついんで気をつけましょうっていうことで、まあちょっと今からね、コインランドリーの荷物を取ってから、ね、ちょっと飯とか食おうかなっていうふうに考えております。はいね、コインランドリーにやってきました。ね、僕の場合ね、いつもガサツなのでね、2週間に1回洗濯してから
こうやってね、乾燥だけはコインランドリーに任せるという形になっております。それにしてもね、まあ、結構僕不器用なのがね、まあこれを見ただけでもわかるんじゃないでしょうかね、結構かなりね、こうなんだよ、衣服を袋に入れるのにも結構戸惑ってる感じですね。まあね、コインランドリー便利なのでね、皆さんね、一人暮らしの方は使ってみるのはいいんじゃないでしょうか。で、仕事帰りですが、仕事帰り、てんやにね、寄りたいかなっていうふうに考えております。ね、てんやでね、天丼は頼みません。まあ、やっぱりね、もう、お金の無駄なので、ね、もう単純にね、もうかぼちゃとね、ホタテさえあればね、僕のね、胃袋は十分たまるのでね、こう、鬼畜祭と言われようとね、まあ360円で、まあ済ませようかなっていうふうに考えております。いいね、これもし。で、まあ実際に、まあ、食べてみたんだけども、まあね、こうやっぱりね、持ち帰ってもいいんだけども、やっぱ店で食べるのが一番サクサクで、天丼っていうのはうまいので、まあね、そこにはね、こだわりを見せているかなっていった感じでございます。ね、本当に美味しいです。ちょっと周りの目線が痛いけどね。で、まあ最近なんですけども、まあちょっとね、ホタテ、まあいろいろと問題があって、ね、ホタテの流通、厳しい状態なのでね、食べて応援ということでね、まあ私ホタテ好きなので、まあこれからね、ちょっとでも安くなってくれればなっていうふうに思います。それにしても本当にうまい。美味しい。ね。十分ですね、これでも。ってことで、帰りはね、半額のソース焼きそばを買って帰ります。今日もね、一日、ね、僕の生活をね、見ていただいたんじゃないかというふうに思いますね。ね、てんやでね、天丼を頼まないとかね、スーパーの半額のものを買う。これだけでもね、生活費の削減に役に立つのでね、節約したい方は頑張ってもらえばいいかなっていうふうに思ってます。今映ってると思うんだけども、コインランドリーっていうものをね、使うことでね、日々のね、洗濯とかね、そういうのも一気に楽になるのでね、ぜひともね、コインランドリーをね、利用して、やればいいんじゃないかなっていうふうに思います。もう今日も疲れました。と、この後ね、普通の人であったらばね、ダーツに行ったりとかね、するんでしょうけども、お友達いませんのでね、まあ今日も一人でね、動画編集ということをね、していく感じかなっていうふうに思います。では、本日もありがとうございました。バーイ。